おはようございます。おはようございます。いやちょっと大変申し訳ないんですが、おまたですか。やってくれたじゃないですか。今回もですね、はい、実は、6月1日から8月31日までが、ツイジャックの夏の陣地、はいはい、だったんですけど、20日ぐらいおわっしちゃってました。申し訳ございません。申し訳ございません。いやもう仏の顔もなんとかかんとかとか、蒸らしと魚なんとかってありますけど、おすいません。前の前のすいません。今回ですね、結構非常に盛り上がってまして、いや釣れてますね。そうですね、秋近いですもんね。まあ、秋に差し掛かっちゃってたっていうのもですね。あ、そういうことか。秋の陣地そう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 、それもあるからかもしれないですけど、インスタだと、合計ですね、234件の投稿をいただきました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもそんなに盛り上がったんで、ちょっと今回はですね、ちょっとまた遅れてしまったということで、はい、2名当選者、そうでした。1人、まあ、2名、はい、当選させていただきますので、ちょっと順番に横川さんからこういう感じでいきたいと思います。はい、自分が選んだのはこの方です。はい、高野橋祐介さん。はい、赤旗釣ってますね。いや赤旗自分大好きでね、あのバイトとかたまんないですよね。赤旗マイスターさん、そう、コン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 って言うのね、さんと目に潜られて気持ちがってますね。そうそうそう、大変じゃないですか。でこの方はね、フリークセット。おー、ね、ありがとうございます。なるちゃんの感想もちょっと嬉しいですね。これちょっとカラーね、分かんないけど、なんだっけ、チャートバックス、チャートバックス、これね、めっちゃ釣れんじゃん。赤旗釣ってたもんね、一緒に行きましたよね。そうです、お母さんと実は僕赤旗に行って、はい、ボコボコに釣れました。よく釣れる、はい、そんな、ゆうせいさんですね。こちら、ポッシュのブラック、新色ですね。まあ、携帯のゴミ箱、シリコン製になってて、まあ、音ってかなり便利です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、こちらの方、ティムさん、ティムラダイさん。はい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 、結構インパクトある。そうなんですよね。なんかジャクソンクルーのこの夏の陣とか、まあ春の陣もそうですけど、うん、結構コアモテというか、う、ね、インパクトある方多くないですか。めちゃめちゃコアモテでしたもんね。多分なんかイベントとかに来てくださってる人なんですけど、僕はまあお会いしたことなくて、なんかサバを釣られてるとかメタルウェイクとか使ってくれてるとかあるんですけど、パッと見がかっこいいなと思ったんで選ばさせていただきました。こちらちょっとあの優しい色のちょっと可愛い色しますけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ただ実際見ると優しいんですね。あ、そうなんですか。表の人ほど優しいですね。続きまして、僕の方からですね、当選者発表していきたいと思います。はい、まず1人目なんですけど、うん、まず1人目ですね、ちょっとアカウント名がちょっと難しくて、はい、山崎健二さんっていうのが言っちゃったりですかね。山崎さんですね、これ、うん、夏なんですけど、はい、7月16日に、超過投稿されてまして、はい、なんと G コントロールの 28g 銀粉イワシ、おー、いいね。夏にミノーでヒラメを釣るって結構難しいんですけど、なかなかですね。だいたいジグとか、まあ、沖を狙う感じの釣りになるんですけど、うん、そこでもちょっともう王道の釣りを展開した中で1枚ゲットっていうのがちょっと熱いなと思って、うん、僕も今から秋に差し掛かりますけど、こんな1枚欲しいなっていう感じで思ったんで、うん、これでちょっと当選させていきました。まさきさんがなんとこの方は実は大リベとかも釣られてる、うん、おーすげーじゃん。130cm、そんなでかい、すごい。19キロぐらいの大リベゲットされてたんですよ。え、それサーフル、サーフルが。で、その時はグローブをつけて投稿してくれてて、量は違うんだけどグローブでって感じで投稿してくれてたんで、なるほど。ちょっとその大リベとかヒラメが狙えるようにこれから夏に活躍する
アスリート 14SVG 稲子キャンディですね、三宅島で活躍したからこれをちょっと差し上げたいと思いますので、アッキー頑張ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。2人目の当選者の方ですね、この方もちょっと僕読めなかったので、ケンさんって呼ばせていただきます確かにちょっと難しいです。ちょっと難しいんですね、はい、ケンさんなんですけど、おそらく北海道の方なのかなっていう感じで、ハッシュタグにですね、その、まあ、道南とか、あと投稿の文章にも静岡で夏場にヒラメが釣れるなら北海道にも釣れるはずって言って、この、まあ、シーズン夏場にですね、アスリート 12SSP でヒラメを1枚あげてもらってたので、まあ、こういうなんかここで生きるんならここでもできるだろうって言って連れた一匹ってめっちゃ嬉しいなと思って、僕もそうね、面白いね、そういう面白さをちょっと感じたんで投稿から当選させていきました。でケンさんにはですね、北海道で活躍しそうなカラー、まあ、多分この片口カラー好きなのかなと思って、近いカラーの、アスリート 12SVG めっちゃメッキグロー、これも片口ですね。そうですね、北海道でも今度全然使えるかなと思うので頑張ってください。ありがとうございます。でなんかね、聞いたところによるとね、北海道ジャクソンブルー来てるらしくて。本当ですか？アスリート手に入らないみたいな感じで、なんか店頭にあると大人がいいとかで50個ぐらい買ってくれて、そんなにですか？びっくりしたな。マジっすか？だから喜んでくれる。あ、本当っすか？転売ダメですからアメリカだねいや、おめでとうございます。で、次は僕なんですけども、はい、まずこちらの方ですね、高知で釣りされてる高知セブンさんですね。で、高知県どこかって書いてるんですけど、オーシャンゲートの LG ミックスで釣ってます。ちょっとこれ1人でぴったりに触るのも使わせていただいてるんですけど、それでルアーの方もちょっとジャクソンのものを使っていただきたいなと思って選ばせていただきました。で、あげるルアーなんですけれども、こちらですね。出た、ジムプロクローズ。好きですね。好きですね。で、ブラッディーレッドっていう僕のちょっと推しカラーを、送らせていただきます。ちなみに6番がおすすめです。フックは滑るの、そのカラーいいですね。結構この釣ってる投稿のワームに結構色近くない？似てるんですよね真っ赤暗い。これがなくなったら試しに使ってみてください。そうなんですよ、もういや試しのがなくてもう使ってくださいそんな感じで おめでとうございます。で、続きまして、これもちょっとチヌ関係なんですけども、こちらの方ですね、ブルース・フェイト・マンスさんですね。でこの方は、ニョロニョロの125を使ってます。で、ちょっと今の時期ニョロを使うんだっていう、ね、ニョロニョロの活躍する季節って書いてあるんで、結構珍しいなと思ったでちょっと選ばせていただきました。いいチヌですよね。なんかそうですね、かっこいい。なんか多分美月とかじゃないあれなのかなと思うんですけど、まあそんな感じでニョロニョロを作っていただいたんで、こちらですね、ニョロニョロの105を、プレゼントいたします。ナイトにぴったりなカラーです。パールチャートですね。おめでとうございます。じゃあちょっと教えてもらいたいですね。そうですね、ニョロニョロチニングっていうのを教えてもらいたいですね。最近あおちゃんチニングにハマってるんですか？そうですね、ちょこちょこハマってますね。チニングの人になりつつあるので、わからないことがあったらあおちゃんよろしくお願いします全投げされましたねという感じですね、はい、今回はですね、計6名当たるというちょっとまた豪華な企画になってしまったんですけど、はい、次の企画がもうすでに始まっているということです、はい。実はですね、もうすでに9月1日から始まっているんですけど、9月1日から11月の30日まで、はい、水曜日はですね、またやります、はい。ハッシュタグですね、ジャクソンクルー2022、秋の陣、秋の陣、ね、いやもう爆鳥の秋 です、ね、秋ですもんね。多分もっと投稿数も盛り上がって、でかい魚も出たりとか、ドラマチックな投稿が見れたりとか、
面白い投稿が入ったりとかするんじゃないですかね。いいですね。平野なんか特にいいシーズン入るんじゃないでしょうか。ちょっと皆さん、超過、はい、どしどしよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。